はい、どうもこんにちは。フィギュア大好きといっかんです。改めて言います、フィギュアが大好きなといっかんです。で、そんなといっかんが今回はなぜか東京ゲームショーというイベントに来ております。ご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、僕はそんなにゲームはやりませんゲーム実況 YouTuber でもないですし、じゃあなんでねこのゲームショーに来たかと言いますと、ある方にいやゲームショーでもフィギュア展示されてますよと言われたのでやってきた次第でございます。しかも等身大フィギュアもあるよと聞いてきたので、ライさんの友方にまた会えるのかなと期待していたのですが、まあそちらの方はね、まあぼちぼちでございました。で、そんなこんなで会場内をフラフラとしていましたら、冒頭でもね某ガールズコレクション的な編集をさせていただきましたが、もうね本当にたくさんの綺麗なお姉さんがいらっしゃいましたので、そちらの方もちゃんとね撮影してもいいですかとお伺いして、まあね断る方はほとんどいませんでしたけれども、美少女フィギュアの代わりといってはなんなんですが、ちょっとね撮影をさせていただきましたすいません。で、その体感チャンネルは美少女フィギュアレビューチャンネルでもございますので、ちゃんとねフィギュアの方も撮影しております。まあフィギュアっていうのもそうなんですけれども、全体的に言うと萌えですかね。萌え可愛いイラストなんかもですね、どこかで見たようなイラストなんかもこのようにポップ展示されておりまして、やはりねゲームキャラクターも可愛いに越したことはないですからね。で、そんな中ですね、フィギュアかなと思ったらアクリルスタンドだったりして、まあなかなかねフィギュアないんですよこのゲームショーでは。まあね、でもねその会場めちゃくちゃ広かったんですよ。ご覧の通りで、東京ゲームショーはワンフェスと同じで海浜幕張にある幕張メッセで開催されてまして、僕が行ったのは初日8月21日のビジネスデーというやつなんですが、そんなビジネスデーでもですねこのように大盛況といいますか、人がいっぱいでございました。で、こんな感じでですね、各ブースにはその作品のコスプレをしている綺麗なお姉さんがいらっしゃいまして、でね、さっきも言いましたけど撮影しても大丈夫ですかと聞いたら、まあはい大丈夫ですよということなので、こんな感じでね撮影させていただいております。で、すいません全員ではないんですけれども、こちら撮影に協力していただいた方のリンクもね貼ってありますので、そちらからチェックしてみてください。で、最初の方はね僕も慣れていなかったのでお名前を聞けてなかったりしているんですけれども、申し訳ないです。これ私ですということであれば、コメント欄にご一報くださいませ。そちらでガンガン宣伝していただいても構いませんので、この方はコスプレとかではなくて、まあコンパニオン衣装みたいな感じなのかな。東京ゲームショー2023始まりました。皆さん楽しんできてください。クラスターにも遊びに来てくださいね。ありがとうございます。こんな感じでねイベント自体の宣伝なんかもしていただきましてありがとうございました。プラスティックブースではゲームリンクネクスピーカーサウンドフライヤーを紹介しております。ぜひご体感しに。で、こちらの方はパナソニックの方でしたね。で、ここのブースの方は、こちらはね、完全にコスプレです。実際に今回番宣しているゲームのキャラクターで、で、それを見事に可愛く、しかもポージングまでね、しっかりと撮っていただいて、本当にね、ありがとうございます。いや、僕もね、こちらの二人の方の間に挟まれて、パンチとか、キックとか、踏みつぶされたりとか、されたかったですね。すいません。で、この日はビジネスデーだったので、結構ね、ゲームをやろうと思えばこの通り、やり放題と言いますか、まあ、空いてる席もたくさんありました。なので、僕も少しね、やらせていただきました。でもやっぱりね、こういった萌えがあると、ついついそちらの方を撮影してしまうという、これがね、僕がゲーマーではなくて、オタクという、まあ、サガでございます。で、こちらの方も完全にゲームキャラのコスプレです。こちらがですね、三国志アナザーのメインヒロインなのかな。カタログの方もちょっといただいたんですけれども、このキャラの名前が書いてなかったんですよ。ちょっと僕が見過ごしているのかな。多分なんかね、いわゆる主人公的なキャラじゃないのかな、違うのかな。ご存知の方がいらっしゃいましたら下にコメントをお願いします。で、代わってこちらがダークテイルズ。で、こちらも可愛いコスプレで撮影に協力していただいたのですが。ちなみにキャラクターの名前って何ておっしゃるんですか？赤ずきん。赤ずきん。あ、そのまんまなんですね。はい。で、その危なそうなリンゴはなんか普通に食べられるんですか？爆弾。あ、爆弾なんですね。
それで、このゲームのキャラクターのコスプレですか？ちなみにお名前はお伺いしない方がよろしいですね。あ、いや大丈夫です。あ、大丈夫ですか。ちなみに、原っぱの、ひらがななんですけど、はらともでやってます。はらともさんで。はい、はらともです。わかりました。はい、大丈夫ですか。あ、全然、もう素晴らしい動画が撮れました。え、使っちゃダメなんですか。いや、全然そんなことないですすいません、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、すいませんあのね、会場の音がうるさくて、せっかく喋っていただいているのにちゃんとね、聞き取れないところもございました。申し訳ございません。で、こちらがパニシンググレイレブン。これは知ってます。これは知ってます。フィギュアが出てますからね。で、ようやくですね、そのフィギュアがありましたよ。よかった。もう本来の目的はこれですからね。フィギュアを撮影すると。で、このように3体飾ってありまして、これはすでに発売されているフィギュアなのかな？それともこれから発売されるフィギュアなのかな？なんかね、この白いやつ、これはね、見た気がする。すでに発売済みのような気がします。なんだろう、このユニットみたいなのがついてるから、ちょっとお高そうかな？まあでも、ファンの方はね、ゲームをやってる方は、こういったフィギュア欲しいでしょうね。で、このビキニのやつはちょっと小さめですね。他の2体と比べると、日焼けしているやつ。でもね、これ小さいですけれども、よくできてますね。で、なんかね、このようにでかいバイクもあったんですけど、これね、乗っていいですよと言われたんですが、僕は遠慮しておきました。ですが、こちらもコンパニオンさんを撮影させていただきました。いやー、いいですよね。僕がバイクに乗るんではなくて、この綺麗なお姉さんに乗っていただきたかったですよね。いやー、失敗したなー。それをお願いすればよかったですね。で、ここら辺がスクエニのブース。かなりね、でかかったです。なんか、燃えてますよね。モニターがたくさんね、ぶら下がっているんですよ。でね、ありましたよ。こちらにもフィギュア。しかも等身大。なんかね、フィギュアっていうよりも、マネキンに近い感じ。多分これ、衣装がリアル生地なんでしょうね。まあでもフィギュアであれば僕はね、撮影しますよ。なんかね、こうやってフィギュアを撮影しているとほっとしますね。で、こういった小さいフィギュアも展示されていました。これは F 賞と書いてあるので、くじとかの景品なのかな？まあでもその景品にしてはね、かなり立派なフィギュアになっています。ファイナルファンタジーかな？あ、何か喋りたいことがあったら話しても構わないんですけども、なんかあります？ゆきれまりなって言います。ゆきに音、ひらがなでまりなです。インスタやツイッターよかったらフォローしてください。あ、すみません、ありがとうございます。じゃ、ちょっと全身を。はい、もうおじさんはイチコロですねで、ここがコナミですね。真っ赤になっています。で、ここが桃太郎電鉄です。ここはね、ゲームをやるのに結構並んでましたかね。なので、綺麗なお姉さんを撮影させていただきました。個人的にはですが、このコスプレ最高です。しかも、この笑顔いただきました。ありがとうございます。最高でございます。よかったら、コナミブースに遊びに来てください。ありがとうございます。はい、死にましたもうね、本当にね、何しに行ってきたのかわからなくなってきてますね、この時点で。で、こちらがブシロード。ここはね、僕も馴染みのアニメの作品が並んでました。もうね、萌えですよ、萌え。で、なんと師匠のポップがありました。まさかね、ここで師匠に会えるとは。ザノバ感無量でございます。で、こちらの方がメタルギアのコスプレというか、まあそれをイメージした衣装らしいです。ここのブースも大人気で人がいっぱいいましたね。ですが、すいません、僕はね、こちらでも撮影させていただきました。ご協力ありがとうございます。はい、止め入るです。
何かあれば見せで、ライザーでおなじみの光栄テクモさんなんですが、残念ながらそのライザーね、もう終わったということで、新作です。デスレリアーナのアトリエだって、なんかね、舌を噛みそうなネーミングなんですが、やりました。もうコスプレとしては完璧。このコスプレイヤーさんに完璧フィットした衣装で、しかも例の錬金釜の前でのポージング。本当にね、もう最高でございました。このね、足のニーソとかの衣装、ここら辺ヤバヤバですね。武器とかも完璧ですし、このポージングなんかもね、おそらくね、これ決められたポージングなんかがあるんでしょうね。で、そんなことをしていたら、あらー、なんかね、新たなキャラが出てきました。こちらも完璧。なんかまたね、違った雰囲気で可愛いです。ちなみにですね、向かって右側の黒いタイツのキャラがバレリア。で、向かって左側の明るい髪の毛の白ニーソのキャラがレスナ・シュテルネン・リヒト。覚えてください。今後ね、おそらくフィギュア化されますから、きっと。いや、これね、両極端に違うキャラを出してくるってずるいですよね。なんかね、今回はこの二人がメインヒロインらしいです。で、そんなこんなでまた新たなキャラが出てきました。この毛も耳のついてるキャラですね。このでかいハンマーみたいなものを持ったキャラ。この子がイザナ・ココシュカ。獣人でさっきのレスナの親友ですって。いや、毛も耳の黒髪ロング、最高。最高ですね。しかもリアルですから、いやー、これは本当に最高です。ありがとうございます。ここのブースですね、柵があって、これ以上は近づけないんですけれども、すごくね、撮影しやすいというか、撮影スペースになっているので、そもそも。ゲーム場にね、これから行かれる方は、ぜひこのコーナー、光栄テクモさんのブースに行かれてみてはいかがでしょうか。もうね、コスプレ最高です。で、そのお隣にですね、ありました、等身大フィギュア。正真正銘の美少女の等身大フィギュア。これがフェイトの新しいゲーム。フェイトサムライレムナントの宮本武蔵です。武蔵ちゃんが大迫力の等身大フィギュアになって注目を浴びておりました。いやー、すごいですよね、これ。どこが制作したんだろう？ワンダフルワークスさんかな？まあでも、ただでさえでかいのに、それを等身大にしちゃってますからね。これは金額にしたら相当な額になりそう。400、500万、じゃあ足りなそう？いや、そこまではしないかな。いや、でもしそうですよね。ですが、ご安心ください。ちゃんとね、7分の1スケールのフィギュアもございます。そちらも展示されてました。これね、デコマス見たの僕初めてかもしれない。もしかしたらそうかも。なんかね、すごい迫力でした。間近で見れたんでね。7分の1スケールですけど、これも大迫力。やばいです。やばやばです。これはね、造形素晴らしいので、相当売れているんではないでしょうか。で、ゲーム、ソフトとのセット販売もあるようで、豪華版みたいな形でね。で、そのゲームもできるようで、会場の方で、ただそこはね、かなり混んでました。ですが、一度にね、大人数でできるっぽいので、並んでもすぐにね、できるっぽかったです。で、鉄拳です、鉄拳。懐かしいな、これ。昔やってましたよ。で、でかいパンダの横で、こちらもコスプレですね。なんですが、しっかりとポージングを変えつつと言いますか、カンフーですかね。結構ね、長い間僕見ていたんですけど、体幹って言うんですか？片足で長い間立っていても全然揺れないの。すごいですね。しかもこんなにこうお立ち台みたいな高いところに乗っているからフラフラしそうじゃないですか。ですが、いろんなポージングを流れるようにしてって、本当にね、素晴らしかったです。で、これがアッシュエコーズで、この情報みたいな方が、本当にね、外人っぽかったです。てかね、本当に外人なんじゃないんですかね。なんかね、顔の骨格が違いました。なんかね、もうディズニーランドに来たみたいですよ。で、アトラスです。ありましたよ。こちらにもフィギュア。しかも僕の大好きなアイギスの等身大フィギュア。いやー、このアイギスかっこいいですね。僕、アイギス大好きなんですよ。一番好きなアンドロイドっていう感じ。ちょっとこう、下からね、撮影しているので、なんかね、睨まれてるような感じもしますが、このお尻周りっていうのかな。ここら辺がね、大好き。なんだろう、もしかしたら人間よりもエルフ見えるかも。あと、この股関節周りのメカメカしさ。こういうのもね、僕大好物。ちゃんと胸はね、胸でふっくらしているんですけれども、こういったメカメカしさも程よくあると、このアイギス最高です。
で、これも多分等身大だと思うんですけど、モルガナもありました。等身大なんかね、結構大きいですよね。こうやって見るとなんかね、ぬいぐるみみたいな感覚があったので、ちょっとね、でかく感じました。すいません、また生身の方を撮影させていただきました。なんかこの衣装はね、イメージらしいです。雷神サンダー、雷神の女神様をイメージされているらしいです。電子機器を扱っているメーカーさんみたいで、そのイメージみたいですね。水電機のブースが三日月サンダー、サンダー、ね、まあ、雷神の女神様みたいな。で、こちらはなんと結城優菜のコスプレです。結城優菜は勇者であるの結城優菜。制服って何パターンかあったんでしたっけ。で、こちらゲームが出るようです。いやー、なんかこんな学園があったら僕も転入したいですね。で、ここら辺は学園系のゲームが並んでいたんですけど、これが制服彼女、シンプルですね。だがそれがいいと。で、この制服彼女のこれがコスプレのようで、一見ね、普通の制服に見えますが、肩のところがまあシースルーになっていると。いや、こんな制服あるんかいと。結構なんかこう生々しいんですよね。で、この方、髪型もね、そのヒロインそのままで、なんか撮影しててね、僕もドキドキしちゃいました。先輩にこれ書いてきたな。もらってよ。はい、やばいでしょう。ちなみにちゃんとね、僕ももらいました。そして、またまた等身大フィギュアです。やりました。頂点ちゃんでいいんですよね。なんかこれは普通のフィギュアも出てましたよね。7分の1スケールとかの。僕もね、少し知ってるんですけど、なんかレトロな雰囲気のゲームとか音楽をなんかね、配信してて、で、その雰囲気が今の若い人たちに受けていると、そんな感じ？間違ってません？いやー、でもこの等身大フィギュアいいですね。このド派手なゴールドのリボンが最高です。あとね、ちょっとスカートの中も気になります。で、これも等身大フィギュアと思ったら、犬かーい。ヨシコはね、パネルでした。で、なんで犬の方を作るんだよと、ね、ヨハネの方を等身大で作ってほしいですよね。で、こちらがサムスンで、すいません、こちらもね、撮影させていただきました。このね、真っ白な衣装、なんかテカテカのエナメルっぽいやつ、これがね、個人的にドストライクでした。すいません。あと、黒髪で耳が出ているのがね、すいません。まあだから、こうやってね、僕があんまり喋ると良くないんですよね。あ、何か喋りたいことがあったら喋っていただいても構わないんですけども、大丈夫ですか？で、何かね、お話ししてもいいですよとお伺いしたんですけれども、大丈夫ですよと、素敵な笑顔をありがとうございました。で、これがね、台湾系のゲームなのかな。まあ、衣装はね、日本の和服っぽいんですけど、ちょっとね、読み方がわからないんですが、で、こちらの方は、そのコスプレではないみたいです。イメージ。あくまでもイメージで巫女さんですね。ありがとうございます。なんで俺を言っているんだって感じなんですけれども、いや、でもいいですよね、巫女さん。なんでこんなに巫女のコスプレって燃えるんでしょうか。はい、ぜひ皆さんね、プレイしてみてください。僕はお姉さんと一緒にプレイしたいです。で、こちらがヴィーナスラインでおなじみのバーディーウィング、スイッチのゲームみたいです。で、こちらはお二人で撮影させていただきました。特にイブとアオイっていうわけではないんですけれども、まあそれっぽい立ち位置で、まあ元気にね、撮影に協力していただきました。ありがとうございます。このね、ゴルフボールを持っているところがいいですよね。バーディーウィングゴルフビーナス、加藤氏の2023年秋にリリース予定でーす。ぜひダウンロードしてねー。はい、もうね、ブンブンゴルフクラブを振ってください。で、こちらの方がギルティギアのコンパニオンさん、35周年ということで、この胸のところにね、その35年のロゴがプリントされています。この方の髪型、ツイン団子になってるのがね、なんか非常に可愛らしいですよね。で、何かね、お話しますかとお尋ねしましたが、照れてるところがね、ちょっとね、可愛らしかったです。はい、すいません。で、ギルティギアですね。せっかくなので、僕ね、ゲームの方もやらせていただきました。ブリジットで、うち、男やねんって言ってました。はい、ということで、すいません。フィギュア大好きトイカンが送る東京ゲームショーの模様でございました。じゃんじゃん。